月読みは、日本神話の神である。後世では一般に、お神と考えられているが、危機では、性別の記述はない。一般的に、月読みと言われるが、伊勢神宮、月読神社では、月読と表記される。危機、古事記と、日本書紀において、月読は、イザナギの命、イザナギの孫、イザナギによって生み出されたとされる。月を神格化した夜を滑る神であると考えられているが、異説もある、後述。長女アマテラス大御か、アマテラス大神、アマテラスの弟神にあたり、竹葉安佐の命、元鮮明孫、竹は安佐の兄神にあたる。月読は月の神とされている。しかしその神格については文献によって相違がある。古事記では、イザナギの命が高仙国から逃げ帰って、みそぎをした時に、右目から生まれたとされ、もう片方の目から生まれたアマテラス大御か、鼻から生まれたスサノオの命と共に、重大な御神、御柱の高子をなす。一方、日本書紀では、イザナギとイザナミの孫、イマリアナミ、イザナミの間に生まれたと、話し、右手に持った白銅鏡からなり、出てたとする話もある。また、彼らの支配領域も天や海など一定しない。この太陽、月とその弟ないし妹という組み合わせは比較神話学の分野では他国の神話にも見られると指摘されている。日本神話において月読は古事記、日本書紀の神話にはあまり登場せず全般的に活躍に乏しい。わずかに日本書紀第5弾第11の一書で穀物の起源として語られるぐらいである。これは、アマテラスとスサノオという対照的な性格を持った神の間に静かなる存在を置くことでバランスをとっているとする説がある。同様の構造は、高御結孫、高御結神、高御結と神結の神、神結神、神結に対する雨の御中主の神、雨の御中主、日和御子と法理の命、法理。山幸彦と日命、ほでり、海幸彦に対するひすせり命、ほっせりの命、ほっせりなどにも見られる。月読の鑑賞は、古事記や日本書紀の神話において、日神たる、アマテラスは、天あるいは、高間ヶ原を支配することで、ほぼ、天上に統一されているのに対し、古事記では、夜の食国、日本書紀では、火に、拝べて、天上を支配する話がある一方で、夜の食国や、爽快、原の潮の810の支配を命じられている箇所もある。この支配領域の不安定ぶりは、アマテラスと月読の神話に後からスサノオが挿入されたためではないかと考えられている。月読は、スサノオとエピソードが重なることから、一部では、同一神説を唱える者がいる。上巻では、月読命は、いざなき命の右目を洗った際に生みなされ、アマテラス大御かや、スサノオの命と共に、御柱の尊き子と呼ばれる。月読命は、イマリアナギ命から、夜の食国を知らせと命ぜられるが、これ以降の活躍は、一切ない。日本書紀、神代記の第5弾では、本文で、日の光に次ぐ輝きを放つ月の神を生み、天に送って、火と並んで支配すべき存在としたと簡潔に記されているのみであるが、続く第1の一書にある遺伝には、イザナギの孫が左の手に白銅鏡を取り持って、大昼目孫、アマテラス大神を生み、右の手に白銅鏡を取り持って月読孫、月読命を生んでいる。月読の支配領域については、アマテラス大神と並んで天を治めるよう指示されたとする話がいくつかある。その一方で、爽快、原の潮の810を直すべしと命じられたという話もある。初期、第5弾第11の一書では、アマテラス大神から、捕食人、受け持ちと対面するよう命令を受けた月読御事が、ふて、捕食人のもとに赴く。そこで、捕食人は狂王として、口から飯を出したので、月読孫は、汚らわしいと怒り、捕食人を剣で刺し殺してしまう。捕食人の死体からは、牛馬や蚕、稲などが生まれ、これが、穀物の起源となった。アマテラス大神は、津久読命の凶行を知って、汝悪しき雷と起こり、それ以来、日と月とは一日日と夜隔て離れて、住むようになったという。これは、日月分離の神話、ひいては昼と夜の起源である。一方、古事記では、同じ展開で食物の神、大気と姫神、おほげつ姫が刺されるが、それをやるのは、スサノオの命である、日本神話における、食物起源神話も参照。この相違は、もともといずれかの神の神話として語られたものが、もう一方の神のエピソードとして惹かれたという説がある。津久読は、神々に代わって人間の天皇が支配するようになった時代、神代から人代に移行した後に再び現れる。初期末期15の建造期には、三馬内派遣された篤二新時代に月神がついて、コウムスヒを我が祖と称し、我が月神に奉れ、さすれば、喜びがあろうとのたまったので、その言葉通り、山城の国の葛野郡に社を建て、生き上がた主の祖、オシミの宿根に祀らせたという記録がある。これが、山城の国の月英神社の由来であり、選択された域には、月英神社が存在し、山城の国の津久読神社の元宮と言われている。が、これは現在では、立花の3期の誤りで、選択された、本来の式会社、津久読神社は、男だけにあった、津久読神社とされる。今は遷座され、箱崎八幡神社に鎮座している。日本初期に続く六国志の第二にあたる、続日本記には、公認天皇の時代に、暴風雨が吹き荒れたのでこれを牧したところ、伊勢の津久読神がたたりしたという結果が出たので、毎年9月に、荒祭り神に倣って、馬を立て祀るようになったとある。逸文だが、桂里でも、津久読村が、天照大神の勅を受けて、豊吉原の中津国に下り、捕食人のもとに至った時、湯津慶によって立ったという伝説があり、そこから、桂里という地名が起こったと伝えている。月と桂を結びつける伝承はインドから古代、中国を経て、日本に伝えられたと考えられており、万葉集にも月人と桂を結びつけた歌がある。また、日本神話において桂と関わる神は複数おり、例えば古事記からは、天神から雨若彦のもとに使わされた雉の鳴き目や、兄の針をなくして、渡津宮に至った山幸彦が挙げられる。ただし、徳壽命は、渡出の死後の月神で、古くから戦尺を守る土着神だったが、朝廷の支配が強まったため土地の人々が、イサナ、カラたちの子としたのであり、津久読とは関係ないとする説がある。万葉集の歌の中では、月読あるいは、月読男、月読草子という表現で現れてくる。これは単なる月の比喩、擬人化としてのものと、神格としてのものと二種の性格が読み取れる。また、落水。変若水=乙すなわち若返りの水の干渉者として現れ、月と節の信仰として、沖縄における素手水との類似性が、ネフスキや折口忍、石田栄一郎によって指摘されている。なお、万葉集の歌には月を擬人化した例として、他に、月人や、ささらい草子などの表現が見られる。と記しており、危機神話では性別に関する記述の一切ない。津久読命が、太刀を履いた牙の男の姿とされている。天照大神が八条行幸の際、安宮にふさわしい地を探したところ、一匹の白うさぎが現れた。白うさぎは、天照大神のご装束を加えて、霊石山町付近の平地、現在の伊勢が平まで案内し、そこで姿を消した。白うさぎは、津久読村のご神体で、その後これを、同祖白うさぎ大明神と呼び、中山のお続きの四家村の氏神として崇めたという。一般的には、津久読と言われるが、津久読を祀る神社は、月読と表記している。古事記では、月独命のみであるが、日本書紀第5弾の本文には、月神、一所雲、月読村、津久読村、月独村、と複数の表記がなされている。万葉集では、月を指して、月独草子、月読男、月人草子、月人男、月読などとも読まれている。逸文ではあるが、山城国風土記には、月独村とある。なお、つくよみの上代特殊仮名遣いを表記ごとにまとめると以下のようになっている。以上のように、聞き万葉において、つくよみのみはいずれも、項類で一致しているが、よの甲乙は両方にまたがり、ゆの例すらある。よ、余音に着目して、表記例をまとめるとに分かれる。つくよみの新名については、複数の由来説が成り立つ。まず、最も有力な説として、月を読むことから暦と結びつける由来説がある。上代特殊仮名遣いでは、暦や月例を数えることを意味する、読みの訓示例、予備、余り日が、いずれもようつ類未降類で、つくよみと一致していることから、つくよみの原義は、実月を数える、読みから来たものと考えられる。例えば暦イコール暦は、日を読むすなわち、日数み、かよみであるのに対て、月読みもまた月を読むことにつながる。読むは、万葉集にも、月日を読みて、月読めばなど、時間、実月を数える意味で使われている例があり、また暦の歴史を見ると、月の満ち欠けや運行が、暦の基準として用いられてを、世界的に太陰暦が太陽暦に先行して、発生した。1月2月という日の数え方にもその名残があるように、月と暦は、非常に関係が深いつまり、つくよみは実月を数えることから、暦を司る神格であろうと解釈されている。その他にも、渡積の渡積、山の神の大山積と同じく、つくよのみ、つくよが月で、みは、神霊の意から、月の神の意とする説がある。このようにはっきりと甲乙の異なる、よや、発音の異なる、ゆの表記が並行して用いられていること、そして、聞き万葉のみならず、演技式など、やや後世の文献でも数通りの故障があり、表記がどれかに収束することなく、世の甲乙が異なる、つくよみと、つくよみ表記が並行して用いられている。高台神宮の別宮や、月独宮や、というけ大宮宮の別宮や、つくよみ宮に祀られる。また、京都のつくよみ神社は、壱岐市の月独神社から勘定を受けたものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。